ベルント・アウグスト・ヨルトベルント・アウグスト・ヨルトは、スウェーデンの実業家であり、バーコグループの設立者である。フィンランド生まれのベルント・アウグスト・ヨルトは1881年に、スウェーデンに移住し、1889年に、ストックホルムで工具と機械を扱う BA。ヨルト社を設立した。翌年1890年に、ヨルトは、ヨハンペター・ヨハンソンと彼の発明品である。 モンキーレンチを販売するために独占販売契約を結んだ。1892年、ヨルトはスウェーデンのもう一つの発明品であるフラン、リンドクビストが特許を持つプリムスストーブのすべての権利を取得し、1918年にはストックホルムの西に所在するリラエ信玄等のプリムスの工場を買い取った。B.A. ヨルト社は1916年に 持ち株会社として開祖され、1954年にバーコへと解消された。ストックホルムでは、ヨルトは、高級住宅街、エステルマルム地区のビラスターデンのビラスターデン15番地に住んでいたが、1930年代初めに同じ、エステルマルム地区のディプロマットスターデンにヨるとそう建てた。ストックホームズアドレスキャランダー1926。ありがとうございます。